遠心快速停止機発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。5番線から列車が発車します。ご注意ください。いただきましてありがとうございます。この列車は新快速豊橋行きです。この先穂積、西岐阜、岐阜の順に途中岐阜まで各駅に停車し、岐阜から先は森一宮、名古屋、金山、大府、刈谷、安城、岡崎、玉郡、三ヶ宮、終点豊橋の順に停車いたします。列車は8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは前から6両目と一番後ろの2箇所にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の巻き込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお、優先請求金では電源をお借りいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり、見かけられたときや、不審な荷物を発見されたときは、車掌または係員までお知らせください。緊急をする場合には、車内の SOS 用事のある非常ボタンを押して、乗務員までお知らせください。各車両お知らせに優先席がございます。お年寄りや、お体のご不自由な方、妊娠されている方や、小さなお子様をお連れのお客様に、席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。担当いたします乗務員、運転士、次、車掌、森岡です。終点、豊島でご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。次は、穂積です。また、お客様に年末年始のダイヤについてお知らせをいたします。JR 東海では、1月の4日、日曜日まで休日ダイヤで運転をいたします。列車の運転日、運転時刻には十分ご注意ください。JR 東海からのお知らせでした。
小泉です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。次は西岐阜です。西岐阜です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。
次は岐阜です。高山線はお乗り換えです。岐阜です。一番線の到着、出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。岐阜を出ますと、次は尾張一宮に停まります。お乗り換えのご案内いたします。東海道線各駅に停まります。普通列車浜松行きは15時28分、乗り場5番線です。高山線普通列車美濃岳湯多治見行きは15時45分、乗り場4番線です。下呂方面東急飛騨15号高山行きは16時6分、乗り場同じく4番線です。まもなく岐阜です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。尾張一宮です。名鉄線は乗り換えです。お客様にお願いいたします。発車間際の巻き込み乗車は大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお優先席付近では電源を切りいただきますようご協力をお願いいたします。ただいまに車掌が一部の車内をお伺いをいたします。高山線からの乗り換えのお客様、駅舞台小屋、乗り越し等がお客様、車掌までお知らせください。Yeah.
次は尾張一宮です。出口は左側です。どうかの手を離してお待ちください。尾張一宮を出ますと次は名古屋に停まります。
新幹線中央線関西線地下鉄名鉄近鉄青波線が乗り換えです。新幹線上り静岡東京方面は14番15番線です。新幹線下り京都新大阪方面は16番17番線です。塩尻松本方面特急信濃19号長野行きは16時ちょうど発乗り場15番線です。東海道線普通列車岡崎行きは15時49分乗り場到着した同じホーム向かい側1番線です。旅行列車名古屋出ますと金山、大部、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、三河宮、終点豊橋の順に停車いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。出口は左側です。どうか手を離してお待ちください。ご乗車は
14時47分発新快速土屋市行きです。名古屋でますと金山、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、三河宮、終点豊洲の順に停車をいたします。発車まで3分ほどお待ちください。ご案内いたします。この電車は15時47分発新快速土屋市行きです。名古屋でますと金山、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、三河宮、終点土屋市の順に停車いたします。新快速土屋市行き、まもなく発車いたします。ドアが閉まります。乗機のお客様、閉まりますようにご注意ください。次は金山に停まります。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお、優先席付近では電源をキープいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられた時や不審な荷物を発見された時は、
車掌または駅係員までお知らせください。緊急を要する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。各車両後ろよりに優先席がございます。お年寄りやお体がご不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。担当いたします乗務員、運転士、稲垣、車掌、森岡です。終点豊島でご案内をいたします。次は金山です。中央線、地下鉄、名鉄線はお乗り換えです。まもなく金山です。出口は右側です。どうか手を離してお待ちください。金山出ますと次はホームに停まります。ご乗車ありがとうございます。この列車は新快速豊橋行きです。次はオーブです。お客様に年末年始のダイヤについてお知らせをいたします。 JR 東海では1月の4日日曜日まで休日ダイヤで運転をいたします。列車の運転日、運転時刻には十分ご注意ください。ただいまに車掌が1番の車内をご案内いたします。切符の変更や乗り越し等がございますが、少々までお知らせください。
まもなくオーブです。1番線の到着、出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。オーブを出ますと次は刈谷に停まります。滝藤線区間快速滝藤行きは16時18分乗り場2番線です。刈谷です。名鉄線はお乗り換えです。
まもなく刈谷です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。刈谷出ますと次は安城に停まります。ありがとうございます。本社は新快速巡視駅です。次は安城です。お客様にお願いをいたします。発車間際の書き込み乗車は大変危険です。お呼びいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話の使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお優先席付近では電源を切りいただきますようご協力をお願いいたします。
満場です。出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。満場出ますと、次は岡崎に停まります。ご協力をお願いいたします。次は岡崎です。
を左側です。ドアから手を離してお待ちください。岡崎を出ますと次は蒲郡に止まります。愛知環状鉄道線ご利用のお客様お乗り換えです。次は蒲郡です。名鉄電話乗り換えです。お客様にお願いいたします。発車間際の巻き込み乗車は大変危険ですのでお呼びください。ただいまより車掌が一部の車内へお伺いいたします。愛知環状鉄道線よりお乗り換えのお客様、また切符をお持ちのお客様や切符の変更を乗り越したがございますお客様、車掌までお知らせください。
側です。ドアから手を離してお待ちください。玉川で出ますと次は三河宮に停まります。列車の行きは16時30分、乗り場到着したラジオで向かうのは1番線です。次は終点豊橋、終点豊橋です。
車まもなく終点豊橋、終点豊橋です。6番線の到着、出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。新幹線、飯田線、明治線、豊橋鉄道線は乗り換えです。乗り換えのご案内いたします。この先東海道線普通列車大津駅は16時42分乗り場ホーム変わりまして7番線です。飯田線普通列車上諏訪駅は16時42分乗り場2番線です。普通列車浜松駅と普通列車上諏訪駅どちらも乗り換え時間わずかとなっております。乗り換えの際は駅の案内放送に十分ご注意ください。まもなく終点豊橋です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。普通列車浜松駅は16時42分乗り場ホーム変わりまして7番線です。